皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV、トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV、安全保障ニュースでございますが、本日は、ロシア国民、もう疲れた、で余ります。2023年ですけれども、ロシアの GDP が 3.6% も成長したっていうニュースが出てきてますね。しかしこれは完全にハリボテだというお話です。その上でロシア国民がプラカードを掲げまして、もう疲れたと言って逮捕されたというお話でございます。まず本編に行く前にですね、昨日はですね、まあ、ザルジニー総司令官の解任のスポットニュースを出させていただきました。本当にありがとうございました。まだね、心がちょっとモヤモヤしていたりとか、疲れを感じている方もいらっしゃると思います。切り替えることができた方に関しては一緒にね、切り替えて進んでいきたいと思いますが、モヤモヤしている方に関しても、ちょっと今日はライトな話題で頬を緩めますので、一緒に進んでいっていただければと思います。ウクライナが、このロシアの侵略戦争に勝ち切ることが日本の未来に大きく影響してきます。我々の世代ではなくて、我々の次の世代、そしてその次の世代、民主主義でいられるのかどうなのかということに大きく関係してきますので、ぜひですね、ウクライナへの応援というのを一緒に続けていっていただければというふうに思います。よろしくお願いします。はい。ではですね、まずライトな話題からいきたいと思います。ちょっとね、その次は少しライトじゃない話題に行きますので、まずはライトな話題からいきましょう。ローブローさんです。よろしくお願いします。総司令官つながりじゃないですけども、ロシアの総司令官ですね、ゲラシモフさんが生存確認できましたというニュースでございます。2ヶ月ぐらいですかね、生きてるか死んでるかわかんないというような状況でした。全然姿が見えなかったんですけれども、2月の8日に司令部に来たそうですね。で、2月の9日に映像が公開されたということで、一応ね、生存確認ができましたという、そういうお話でございます。ではちょっとね、少しだけライトじゃない話題はアウディーウカに行きたいんですけれども、ちょっとこちらのマップご覧ください。ですね、ロシアファン、もしくはロシア軍事ブロガーとか、とにかくロシアサイドから、とんでもない物語が語られております。この地図に書いてあるのは、ウクライナが虎の子の援軍をアウディーウカに全ベッドして送ってきたっていう、そういう話なんですよ。で、援軍はね、確かに送っている可能性はあります。この後お話しますけども。ありますけれども、全ベッドは絶対しません。で、これにとんでもない物語をくっつけて語っているんですけれども、どういう話かというと、この虎の子の援軍というのは、まあ、戦線がいくつも9とか10とかいっぱいあるわけじゃないですか。で、ロシアの方が数的優位が高いので、どこにロシアは強度を強めてくるかわからないので、友軍的な形の援軍というのを確保しているわけですね。で、これをアウディーウカに全ベッドしてきたと。で、ザルジニー総司令官は、ザルジニーさんはこれに反対をしてたけど、ゼレンスキーさんは全ベッドしたかった。なので、ザルジニーさんを解任して、シリスキーさんに変えて、シリスキーさんに指令を出させて、全ベッドさせてきたんだっていう情報を流しているんですね。うん。ところが、アウディーウカ確かにピンチですけれども、そもそものこのピンチの要因っていうのは弾がないからなんですよ。弾がないところに、増員をかけたところで、ピンチはピンチのままです。で、かなりピンチで、北と南からあと5キロぐらいロシア軍が進軍すると蓋を閉じられるんじゃないかっていう情報まで出ているぐらいピンチなんですけれども、一番は弾を補充すればっていうことになります。そもそもね、ウクライナの防衛が2万で、ロシアが4万とか5万の戦いなんですね。これでずっとね、ウクライナ守ってきているわけ。なので、弾が復活すれば、もっと長期に守れる可能性十分にあるんですよ。で、そこに弾がないのに増援をしたからといって、一気に改善するっていうことはないわけですね。しかも、そのためだけに、これだけ人気のあるザルジニー総司令官をわざわざ解任してシリスキーさんに変えて、で、もし万が一これが失敗したら、ゼレンスキー政権吹っ飛びます。で、そうすると、ウクライナ弱体化するので、喜ぶのはロシアっていうことですね。こういうストーリーを語っているんだけれども、いくらなんでも、昼のドラマでもそんな幼稚なストーリーありません。あまりにも考え方が幼稚すぎると思いますね。国の運命がかかってるんです。国の運命がかかってる。ウクライナという概念そのものがなくなるかもしれないという戦いをウクライナ人はやってるんです。その上で、アウディーウカというたくさんある戦地の中の一つ。で、ロシア軍をウクライナ領土から追い出す過程の中の一つなんですよ。そこに虎の子の増援部隊を全部ベットする。そのためにザルジニーさんを解任してまでやるみたいなんですね。そんなことはあま、いくらなんでもね、いくらなんでもありえないんじゃないかなというふうに思いますけれども、一時的な増援ということであれば、あり得るというふうに思います。ちょっとここはね、切り替えてお話をしていこうと思います。なぜかというと、ヘルソンの情報と繋がっておりますね。
これヘルソンの南部戦管区のフメニク報道官なんですけれども、ロシア軍が装甲車両を使うのをやめたっていう報告が入ってます。なんでかというと、ウクライナ軍のドローンでボコボコ壊されるから、そもそも装甲車両を使うなっていう禁止令が出ていて、徒歩で攻撃してくると。いう話が出てきていますね。じゃあその装甲車両どこに行ったのっていうところで、まあアウディウカに持ってっている可能性もあるんじゃないかなという気がしますね。ただし遠いので、まあザポリージャ方面とかから弾付きでね、持ってっているかもしれないんですけれども、とにかくアウディウカを大統領選までにプーチン容疑者取りたいわけですよ。戦果として、こう、大統領選に活用したいということで、ゾンビ突撃バンバン繰り返して、ロシア人の命を粗末に扱っていると。そこに増援が来ているっていうことは確かだと思うので、ウクライナも一時的に増援を送っているっていう可能性はあるかもしれませんけれども、ロシアファンが語っているような、全ベッドしたいというために、ザルジニー総司令官を解任するみたいなストーリーはあまりにも幼稚だというところはですね、ちょっと気をつけていただきたいなというふうに思います。はい。では、ライトな話にまた戻っていきましょう。ロシアの大統領選の話なんですけども、積極五穀情報さんですね。よろしくお願いします。プーチン恒例の不正選挙開始ということなんですけれども、ナデージュディンさんですね、が、どうやら出馬できないっていうことみたいですね。10万の署名があれば出馬できる。でも、何かしら無効にされるんじゃないかということで、20万署名集めたんです、この人は。倍集めた。にもかかわらず、出馬できなくなったということですね。ちなみに、無効になった署名は9147なので、19万以上有効な署名があったにもかかわらず、まあ出馬できなくなったということで、うん。で、この人はね、戦争、ウクライナに対する侵略戦争に反対してるって言われてた人なので、もしかしたら、ロシアの国内でその反戦的な機運が高まるのを、プーチン容疑者が恐れていたんじゃないかっていう憶測が出ておりますけれども、もしそうだとするんであれば、本当にですね、ナーバスになって恐れているということがわかります。なぜかというとですね、まずはこの人の支持率を見てみたいんですけれども、ルスビーローさんです。よろしくお願いします。エクストリームスキャンという調査会社とロシアフィールドという調査会社が支持率の調査をしているんですけれども、プーチン容疑者の支持率が 69% と 62%、 かたや、ナデジュディンさんの支持率が 6% と 7.8% しかないんですよ。1割もないんです。しかもこの2つの調査会社っていうのはいわゆるリベラルって呼ばれるようなところなので、ナデジュディンさんのような反戦を訴えるような方の支持率で高めに出るような多分調査をしているというふうに考えられます。それでも 6% とか 7.8% しか出てないんですね。だからこの人がこのまま出馬したとてですよ、1割も取れないんですよ。1割も取れない。でも出馬させなかったということ。しかもこの人ですね、まあ私も今までそう思ってたんですけども、ウクライナに対する侵略戦争に対して反対している人っていう形でメディアに出てるじゃないですか。ところが、決して反対してなかったっていう話なんですね。それがこちら、水無月玲奈さんでございます。立候補しようとしている自称反戦ナジェズディンと、戦争反対民主化って言いながら、ロシアは負けない。侵攻はしないが撤退もしない。交渉して国境を決めるとか言ってると。いうことが書いてありますね。つまり、今、占領している、ロシア軍が占領しているところはロシアのものねって言ってるんですよ。その上で、これ以上戦争を続けるのには反対って言っているだけなので、要するに停戦論者ってことになりますよね。となると、プーチン容疑者も今は多分ですね、この先苦しいので、停戦したくてしょうがないんですよ。タッカー・カールソンさんとのインタビューでも、アメリカ支援やめろみたいなことを言ってますんで、もう停戦したくてしょうがないので、まあ、プーチン容疑者の柔らかいバージョンぐらいなもんなんですね。決して戦争に反対しているような平和主義者ではないということですね。うん。で、その人が1割も取れないような状況にもかかわらず出馬を許さなかったってことになると、プーチン容疑者相当ナーバスになっていて、やっぱりね、8割以上とかっていう、もう独裁国家じゃないとありえないような得票率を取りたいんじゃないかなという気がしますね。となってくると、やはりロシア国内には不穏な要素というのが、旗色が悪くなった時に、戦争反対とかですね、プーチン政権反対みたいなことを考えるような不穏な要素がやっぱりあるんじゃないかっていう話になりますが、こんな人が逮捕されましたっていう話です。また水無月玲奈さんですね。よろしくお願いします。ロシアのモスクワで一つのプラカードを掲げる人がおりましたと、雪の中ね。で、そのプラカードに何が書いてあったかというと、プーチン、嘘、貧乏、戦争、制裁、抑圧、
もう疲れたって書いてあったそうですね。で、逮捕されて連れて行ってしまったということなんですけれども、ロシアの GDP が 3.6% も成長しているにもかかわらず、もう疲れてしまったということ。なぜかというと、実体経済がそれに伴っていないからっていうことですね。ということで、GDP の話に行きたいというふうに思います。G.com。ロシア GDP 3.6% 増、2年ぶりプラス成長ということなんですけれども、なんと制裁化されていて戦争をやってるにもかかわらず 3.6% も成長したということで、ロシアファンの皆さんがロシアやっぱすげーってなってるんですね。ところがまあこのチャンネルをご覧の皆様は、それ戦時経済に移行していて軍需産業に突っ込んでいて、戦場でボン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 兵器使ってるから一時的に増えてるだけでしょっていう、そういうところちょっと冷たい目線で見ているんじゃないかなというふうに思いますけれども、まさにその通りなんですが、内容はもっとひどいよということですね。ちょっとね、ドイツの GDP の事例のグラフというのを見ていただきたいと思います。ルスビーローさんですね。よろしくお願いします。ロシア経済絶好調と言っている人には、これを見せてあげよう。ドイツの1920年から1950年までの GDP のグラフになります。で、一番グラフの高いところ、ピークが1944年ということですね。戦争中は戦時経済に移行して軍需産業に突っ込んでいっているので、ドイツ経済もすごい成長していったんだけれども、戦争が終わった途端に GDP が半分以下まで落ちたっていう、そういうグラフになりますね。で、ロシアの場合はまだ戦争の年数が2年ぐらいなので、半分以下まで落ちるってことはないと思いますけれども、実体経済っていうのはもっとひどいよっていう、そういう話になります。で、それを書いてある記事というのがロイターから出てますね。こちらでございます。アングルということで、軍事頼みのロシア経済、持続性に疑問ということですね。国民生活は停滞ということなんですけれども、まあ、3.6% 成長したとはいえ、専門家の皆さんは懐疑的な目で見てますよっていう、そういう話でございます。どういうことかというと、インフレ率をまずカバーしてないということですね。3.6% GDP は2023年増えたけれども、2023年のインフレ率ってどれくらいかというと 7.4% なんですよ。つまり倍あるんです。倍。さらに言うと、2022年のインフレ率は 11.9% もあるんですよね。なので GDP が増えたとてですよ。全然国民生活って豊かになってなくて逆に苦しくなってますよねっていう話。さらに言うと、年金とか、その他の、例えば給付金なんかの行政サービスですね。これに関しては物価上昇率と連動してない仕組みをロシアは取っているということなので、物価が上昇したのに合わせて上昇してくれないんですよね。据え置きになるので、余計国民の生活は苦しくなってますよっていう、そういう話になります。さらに部門ごとに見ると、はっきり分かってくるということで、まあ、服部道隆先生ですね。よろしくお願いします。2023年のロシアの生産部門別の GDP 増減率をしみじみと眺めるという、そういうブログでございます。よろしくお願いします。真ん中にね、濃いグラフがありますけれども、これが GDP 全体で 3.6% の成長している。で、そこから左が成長をさらにしているものなんですけれども、これ見るとですね、情報、ホテル、金融、商業というのがすごい成長してますね。で、服部先生は、これは通常でも成長するものだから、ただ成長してるだけなんじゃないかっていうことがブログの中に書いてありますけれども、多分ね、西側企業の撤退が絡んでると思います。接収したりとか、あとは逆に金取ったりしてるわけですよね。で、そこに、ロシア企業が入っていくことで投資をするので、その分ですね、水ぶくれしている分で成長している分があるんじゃないかと思います。で、一番注目しなきゃいけないのは、製造業と建設業が伸びているんですね。GDP の隣と、またその隣なんですけども、で、製造業は軍需産業。突っ込んでるから伸びているってことですね。で、そのためが建設業。これが住宅バブルやってるから伸びてるっていうことになります。政策金利 16% もあるのに、住宅建てるときは 6% から 8% ぐらいの金利で今住宅建てられるので、家作れっていう形で住宅バブルがロシアの中で起こってるんですよ。これで一時的に増えてるだけ。つまり戦争に起因している部分で GDP が増してるだけっていうのが部門別に見るとよくわかると思います。逆に工業の部分、一番右ですね。工業の部分は制裁が効いているのでマイナスに触れている。で、その隣が保険とか社会サービス。社会サービスもマイナスに増えているということで、戦争に突っ込んでいるから社会サービス落ちているということが確認できる。これが 3.6% GDP が増えている中身ということになりますね。いかにハリボテになっているかっていうのがわかると思います。で、この状況がひどくなっていたとき、
ロシア人っていうのはですね、貧乏とかこういう苦境に強いっていうふうに言われますけれども、確かにソ連時代の人だったら強いと思う。なぜかというと、独裁者に制裁食らうというかですね、実際命を落とすなんてことを経験してるので、我々から見て辛いことでも、ソ連時代を生きた人からすれば、まあ、耐えられるってことはあるかもしれないけども、現在モスクワでハンバーガー食ってるような奴らが耐えられるかって言ったら、それはきついんじゃないのっていうふうに思いますね。なので、ナゼルジンさんの、まあ、出馬っていうのも中止されるみたいな出来事が起こったし、もう疲れたってプラカードを掲げるようなロシア国民も出てきているんじゃないかというお話でございます。はい、というところで本日はですね、ロシアの GDP は増えたけれども、中身はハリボテだよっていうそういう話をさせていただきました。ウクライナの軍ですけれども、新たな体制になって、再出発をしております。また明日からですね、戦場の状況も含めまして、お伝えをさせていただこうと思います。また明日からですね、どうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。